北村市長が訪問したのは1921年、大正10年生まれで、今年8月3日に100歳となった大石早紀さんです。2度のワクチン接種を終えている北村市長ですが、検温消毒を徹底するなど、新型コロナ感染対策に細心の注意を払った上での訪問となりました。北村市長は大石さんにおめでとうございますと声をかけ、菅総理や川勝知事からのお祝い状や記念品を贈りました。家の中では一人で元気に動いているという大石さんは、人と話すことが好きで、デイサービスに週3日通っているそうです。市長のことを考えて。長生きの秘訣って何ですか？そうだね、あんま頭をしっかり使わなくて。藤枝市によりますと、市内では今年度52人が100歳を迎えるということです。